きれい。知らなかったんだけど、ここのホテル化粧水とか乳液が見当たらなかったので、多分ないのかな。まあ簡単に落とせたらいいので。すごいよく見える鏡。ホテルに持ってきたものを紹介します。昨日の夜沖縄から帰ってきて、でもそれで本当に疲れた状態で、もう必要なものをババッと全部入れました。はい、じゃあまずフェイスパウダーです。最近は3のパウダーをずっと使ってたんですけど、それがもうあと少ししかなかったので、久々にコスメデコルテのフェイスパウダーを持ってきました。であとはで IKEA で購入したジッパー付きの袋に細かいものは全部入れました。一応ホテルに
髪の毛を上げるヘアバンドみたいなものがあるんですけど、やっぱり前髪はきちっと留めたいので、こういうのは持参するようにしています。あとはヘアゴムも持ってきました。マスクはこの白いタイプと立体マスクを2種類持ってきています。でビオレのリフレッシュシート、これでメイク直しをしたりするのによく使ってますね。あともう一つは こちらがもう少しでなくなりそうだったので、ちょっと違うタイプのものも買ってみたけど、これもいい感じです。今日の夜使おうと思った黒真珠マスクです。これは昨日購入しました。昨日も寝る前に使ったんですけど、やっぱ安定にいいです。ビリーの試供品のオイルです。こういうの本当に助かる。ビリーのオイルは体にも使えるし、あと髪の毛にも使えるので、ビリーでオイルを買った時にこういうのをいただいたらすぐ使うんじゃなくて、こういう日のために取っておいています。これだ、ヘアゴム。ピンと一緒にホテルに泊まる時は持っていきます。これがないとまつげについているものが全然落ちないので持ち歩いてます。キャンメイクのクイックラッシュカーラーリムーバーです。メイク落としと一緒に必ず使ってます。コットン、でもコットンはホテルにあったので持ってこなくてもよかった。化粧品とか美容液、洗顔フォーム、乳液の試供品まとめて持ってきました。間違えて買った生ゴミ入れなんですけど、本当はここにゴムがあるタイプが良かったけど、ゴムなしなので、これは洗顔の泡立てネットの代わりとして使うことにしています。乾燥が気になるところにちょこちょこっと塗っています。カルテ HD モイスチャーバーム、これも私のメイクに欠かせない眉マスカラ。明日の朝使う化粧下地、ファンデーション、もうパフ直に入れちゃった。本当はね、これ本体のケースがあるんですけど、結構これぐらい大きくて私は持ち運びたいので、もうあえて本体のケースは買わずにこれだけで使っています。これとあとパフね。ビューラーは無印で買ったこの折りたたみタイプのものを使ってます。カラコン、コンタクトレンズ、これはもう外出時には欠かせないものです。ジッパーの袋の中身は以上です。でもあった目薬もあった。香水です。香水はずっと持ち歩いてます。あとこれもだ。これもね、私すっごいよく使ってます。お家で使うときはこれのもっと大きいものを使ってるんですけど、たまにこの大きいサイズのと、これもおまけでついていますっていうのがあって、それ見つけたら絶対買うようにしています。本当に便利なんですよ、このサイズ感。あれ、お財布でしょ。これは明日使おうと思っている日焼け止めです。スティック型の日焼け止め。ヘアゴム、モバイルバッテリーです。充電器のコードは今使ってるので向こうにあります。こちらにもメイク道具が入っていて、リップとかコンシーラーとか、あとこれ、このコームはお家に忘れたらすごくショックなものの一つ、ポーチに入れてます、忘れないように。最近のお気に入りなんですけど、これいいですよ。フロートのヘアバーっていうもので、頭の上の方に髪の毛がピューピーって出てる時があって、アホ毛を直す時にこれをね、髪に塗るとアホ毛が全くなくなるんですよ。これめっちゃいいなと思って。私はこういったアホ毛を直すものを今まで買ったことがなかったから、他のものと比べることができないんですけど、いいのかなって思いながら使ってます。髪をまとめる時とかにもよく使えます。クリップ、これは持ってる人持ってない日があるんですけど、今日はワイシャツを着ていたので、そのシャツにまとめ髪が合うかなと思って一応持ってきました。これくらいかな。はい、以上です。私のお泊まりの時の荷物でした。